はい、皆さんこんにちは、にじです。今日はですね、2023年の12月7日発売予定の電車で GO! プラグ&プレイ2採用新幹線編 EX についてね、話したいと思います。電車で GO! プラグ&プレイはね、第1弾として、ファイナル、電車で GO! ファイナルをね、移植して、電車で GO! の専用コントローラーの形したコントローラーですね。専用コントローラー、もうゲームソフト、専用コントローラーにゲームソフトがついてるような感じのね。で、HDMI につないでね、遊ぶタイプのね、ゲームが発売されてましたけど、今回も山陽新幹線編でね、これ多分、Wii 版のね、電車で GO 山陽新幹線編を移植して、また新幹線のね、専用コントローラーの形したやつで、過去にね、青い新幹線編の専用コントローラーあったと思うんですけど、あれよりは多分大きさは小さいんじゃないかなと思いますけどね。マスコンが13段階あってね、ブレーキが8段階、プラス非常ブレーキだったと思うんですけど、あれもね、ソフトいらずに、もう HDMI で線つない、テレビに線つなぐともうソフト不要で遊べるというのが、そういうのがね、12月7日発売予定ということで、で、テレビにつないですぐに遊べるっていうので、こういうコントローラーですね。なんか N ゲージのトミックスのパワーパックっていうんですかね、これなんかちょっと似てますけどね、テレビにつないで遊べるという。で、第2弾ですね、新幹線。解像度2007年の旧版が 480p で、プラグ&プレイ2版は 720p ということですね。で、お取り扱い店舗はこの感じで、6種類の車両が運転できる。700系の B 編成、500系、レールスター300系。懐かしい新幹線ばかりですね。で、路線が博多南から新大阪まで遊べるっていう。というところですね。値段が確かね、1万7000円ぐらいだったと思うんですけどね。1万9580円。多分ヨドバシとかだと1万7000円ぐらいだったかな。1万7000円でちょっとお釣りが来るぐらいだったと思うんですけど、こういうのがまた発売されますよと。ただ個人的なことを申しますとですね、プレステ2版とね、まだ Wii 版のこの新山陽新幹線編やってないんでね、ちょっとそれをやろうかなとは思ってるんですけどね。ちょっと、買っても、ただね、内容が一緒だからね、Wii 版とね。ただ画面、画質が綺麗になったってだけなんですよね。多分これだけでしょ？解像度。アップでさらにリアルな映像にって。これだけなんでね。別に Wii 版持ってる人は別に買わなくてもいいんじゃないかなっては思いますけどね。500系新幹線遊べるっていうね。黒帽子の映像登場さんがね、なんかこれに結構思い入れがあるらしくてですね、500系新幹線ね。なんかそんなのツイッターで見ましたけどね。はい、ということでね、2023年の12月7日に発売予定の電車で GO! プラグ&プレイ2山陽新幹線編 EX が発売されるというニュースでした。以上で、ニッシーでした。